ではここから一緒に読んできます。一緒に日本語も英語もいきます。1 2,、2、3旅行は異なる文化や伝統を学ぶ機会を提供します。Traveling allows us to learn about different cultures and traditions. 健康的な食習慣は より良い生活の質に貢献します。Healthy eating habits contribute to a better quality of l i f e インターネットは私たちのコミュニケーション方法と情報へのアクセスを根底から変えました。The internet has Revolutionalized revolutionized. The internet has revolutionized how we communicate and access information. 私は地元の施設でボランティア活動を楽しんでいます。必要な人々を助けることができます。これ必要なかな助けが必要なんだよね。もうちょっとおかしいかもしれない。助けが必要な人々を助けることができます。そうだね、こっちがいいね。はい。えー、あれなんかこのバックグラウンドの色ってちょっとなんか目がおかしくなるね。 ちょっとこれ変えましょうかバックグラウンドの色なんかちょっと変だよねこれねっていうかなんか目がチカチカしてきたちょっとごめんね変えますどの色がいいそうだなどうここら辺のグリーンいいかあグリーンダメか字がグリーンだからじゃあそうですねあこのブルーっぽいこのかここら辺どうこれもちょっとなんかチカチカする この字自体がちょっとチカチカするのかなあ、もう少しだいえー、っと、濃い色にしましょうか。もっと濃い色にしましょうね。えっと、どうかなここら辺ここら辺どうまあいいや、行きましょうか。えー、っと、あ、もう一回行こうね。私は地元の施設でボランティア活動を楽しんでいます。助けが必要な人々を助けることができます。これ、助けが必要な人々っていうのは、つまり、 困っている人々って意味ですよね。これ困っている人々でしょう。困っている。ね、in need。困っているって意味なの。じゃあ読みましょう。I enjoy volunteering at local shelters to help those in need。これ、シェルターってなってますけど、施設になってますけど、これ、あの、えー、っと、避難所でもいいですよね。 で、どういう避難所かわかんないので、ここでは施設っていうふうに訳しているわけです。運動は身体的健,健康だけではなく、だけでなく精神的な幸福にも重要です。Exercise is important not only for physical health, but also for mental well-being。Being. 気候変動は 直ちに対処が必要な深刻な問題です。Climate change is a pressing issue that requires immediate a t t e n t i o n ソーシャルメディアは社会にプラスとマイナスの影響を与えています。Social media has both positive and negative impacts. On society. 留学は人生を変える可能性があります。studying abroad can be a life changing experience. 音楽には強い感情や思い出を呼び起こす力があります。music has the power to revoke strong emotions and memories. 私たちのコミュニティで多様性を尊重し価値を認めることが重要です。It's crucial to respect and appreciate diversity in our communities.